予報センターから熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。気象庁は先ほど21時、日本の南海上、カロリン諸島近辺にあります熱帯低気圧が24時間以内に台風になるだろうというふうな発表をいたしました。現在この海域で熱帯低気圧、雲がまとまってきているわけなんですけども、今後発達をしていきそうです。この海域の海面温度と雲を重ねたものがこちらになります。カロリン諸島近辺には紫色のエリアが広がっていますけども、だいたい水温が30度前後という状況になっています。熱帯低気圧は西寄りに動いていきますので、この後海面温度、水温の高いエリアを進むという形になります。ではその予想です。フィリピンの東、日本の南ということになりますが、かなり数字が混み合っていますので、少し拡大した形でお伝えします。現在ですけども、こちらですね、12日21時現在、1006ヘクトパスカルで最大風速15メートルということで、現在は熱帯低気圧なわけなんですが、明日21時の段階で最大風速は18メートルということで、風速が基準17メートル以上を満たすということで、この段階で台風になるだろうということで、この情報が発表されています。そしてその後なんですけども、台風は発達しながら西寄りにゆっくり進む形になりそうです。14日21時には1000ヘクトパスカルで18ヘクトパスカル、15日には998ヘクトパスカルに数値が下がって、最大風速が20メートルというような形になりそうです。この進路なんですけども、西寄りのコースということで、フィリピン方面に向かう公算が強い、高いというふうに見ています。以上、熱帯低気圧に関する24時間以内に台風になるだろうという予想に関しての発表を皆様にお伝えいたしました。詳しくは情報サイト、ウェザーニュースサイトの方でもご確認できます。